メチルオレンジは適定においてよく使われる pH 指示薬である。メチルオレンジは酸性の半ばで非常にはっきりと色が変化するため酸の適定によく使われる。万能指示薬と違いいろいろな色に変化するわけではない。通常は赤色から黄色にかけて変色し、変色の終点ははっきりしている。溶液が酸性から中性になるにつれメチルオレンジは 赤から、オレンジ、さらに黄色へと変化する。変色域は3.1から4.4である。すなわち、pH が4.4を超えると、色は変化しなくなる。酸性では赤色、アルカリ性では黄色である。メチルオレンジのプコは、摂氏25度の水で3.47である。メチルオレンジの色の変化メチルオレンジと、キシレンシアノールの混合溶液は、 アルカリ性に変化するにつれて灰色から緑へと変色する。スルファニル酸を炭酸ナトリウムで中和させながら、塩酸とアショウ酸ナトリウムでジアゾ化し、塩化ベンゼンスルホン酸ジアゾニウムを得る。これを NN、ジメチルアニリンとカップリングさせ、これを水酸化ナトリウムでナトリウム塩にした後、塩化ナトリウムで沈殿させて、メチルオレンジの個体を得る。メチルオレンジには、 変異源となりうる性質があるので、直接の接触は避けるべきである。ABMSDSFROMSCIENCELAB.com, Inc., リリーブド2011年9月24日、サンドバーグ、リチャード G、ヘンダーソン、ゲイリー H ・ホワイト、ロバート D ・エイリング、エドワード M、キネティクスオブアシッドディソシエーション イオンリー・コンボネットション・オブ・エクイアス・メチール・オレンジ。ザジャーナルオブフィジカルケミストリー l Chemistry 76-4023-4025-5-10.1021-J10670-A024- メチール・オレンジの合成愛知県教育委員会。ありがとうございます。